1、2、1、ほらね、跳躍素振りになってるでしょ。跳躍素振り、あとはスピードリズムの問題なんです。きらめく世界で君が描く地図に支えられ遥か遠い未来まで待って照らしてくれる僕の宝物。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか。もう今日は跳躍素振りのやり方とコツを説明します。中学校に入って剣道部入ったんだけど、なかなか先輩みたいにうまくできないとか、自分じゃうまくできてると思うんだけど周りから手と足が合ってないと怒られるとか、今日もできるだけ分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。今日の動画は3つのパートに分かれてます。まず1番目は、最初になんでみんな跳躍素振りやってるのか、跳躍素振りの効果、こんないいことあるよっていう話をします。そして2番目に実際のやり方とコツですね。そして3番目にこれを守ってやってくださいっていう8つのねポイントがあるんです。この8つのポイントを守りながら跳躍素振り練習すると、もうめちゃくちゃ上手くなりますよ。じゃあ早速だけど、跳躍素振りの効果3つあります。聞いてください。1つ目は、跳躍素振りを練習すると竹刀の振りが速くなるって言われてます。これはこの素早い動きをね、何本もやってると次第に腕と肩の力が抜けてきます。それで速く振れるようになるって言われてます。2つ目は、体のバランスがうまく取れるようになります。これも同じですね。こういうね、難しい動きなんですよ。この跳躍素振りの中で手と足を合わせるっていうのはなかなか難しい動きなんですけど、それをこなしていると体の中に軸ができてきて、どんな体勢からでもすぐに打てるようなバランス感覚が身につきます。そして3番目は、他の素振りと違って実践に近い素振りなんですよね。実際にこの踏み込むような足、素早い動き、これが実践に近いので、やっぱりね、楽しいんですよね。できるとかっこいい。これが3つの効果です。じゃあお待たせしました。跳躍素振りのやり方、できるだけ分かりやすく説明します。基本となるのはすり足、覚えてますか。前、あと、前、あと、このすり足ってみんなやったよね。覚えてる？すり足ができる人だったら跳躍素振りはできます。一見難しそうに見えるんだけど、すべてはこのすり足がベースになってます。じゃあこれからね、全く初心者の人で跳躍素振りできるようになりたいって人はちょっと最初聞いてください。それは、跳躍素振りっていうのはできるとかっこいいんだけど、実はね、落とし穴もあるんですよ。これはまっすぐ竹刀を振れるようになってからじゃないと悪い癖がね、めちゃくちゃついちゃうの。いいですか。だから最初はどうしても竹刀持ってると重たくて、これをなんとか振ろうってなっちゃうので、竹刀は置いてください。置いてください。大丈夫です。何も持たなくて大丈夫。とにかく何も持たないで手と足の動きから覚えていきましょう。それが最短の近道です。じゃあここから実際の動きやっていきたいんだけど、まず最初にみんなつまずくのが手と足が合わない。そのね、一番大きい原因はスタートが違うんです。スタート間違えちゃってる。普通の素振りってみんなここ構えたとこから素振りやるじゃない。だからみんなこっからスタートって思うんだけど、跳躍素振りは振りかぶったとこからスタートなんです。振りかぶったとこからスタート、ここがまず違うわけ。はい、そして次に動きもね、ちょっとだけ違います。跳躍素振りの動きっていうのは、最初振りかぶったところから前に出るとき振り下ろす、これはいつもと一緒だよね。でも後ろに下がるときには振りかぶる、これだけでいいです。前に出るとき振り下ろす、後ろに下がるとき振りかぶる、これだけ。振り下ろす、振りかぶる、振り下ろす、振りかぶる、実はたったこれだけのことなんです。ここまで大丈夫？ここまで大丈夫？もう一回復習するよ、一番大事なところだから。跳躍素振りっていうと、みんなすごく難しいことやってるように思うんだけど、簡単に言うと、振りかぶった状態から、スタートが違うね、振りかぶったところから前に行くときは振り下ろす、後ろ下がるときは振りかぶる、前に行くときは振り下ろす、後ろ下がるときは振りかぶる、これだけなんです。1、2、3、4、これをすり足、今練習してできるよね。すり足、
これでやるだけ。同じ1、2、3、4、これが全ての跳躍素振りの基礎なんです。これをちょっとずつ速くしていくだけ。じゃあここから少しテンポよくリズムを取りながらやっていきたいと思います。いくよ。じゃあ最初構えて、跳躍素振りは振りかぶったとこからだったよね。振りかぶったとこから1で前に出ると同時に振り下ろす。で2で後ろ下がると同時に振りかぶる。いいですか。1、2、1、2。これだけを跳躍素振りって、これがもう跳躍素振りなんです。いくよ。ちょっと速くするよ。2、1、2。速くします。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1。ほらね、跳躍素振りになってるでしょ。跳躍素振り、あとはスピード、リズムの問題なんです。基本的な動きは、一歩前に出るときに下ろす、後ろ下がるときに振り上げる、これだけのことなんです。じゃあここで多分みんなね、一つ質問があると思うんです。確かにね、このすり足の素振りはできるよ、できるよ、でもまだジャンプしてない、思ってでしょ。実はね、ここが一番大きな分かれ道なんです。実は跳躍素振りっていうのはジャンプすることじゃないんですよ。跳躍っていう名前なんだけど、ジャンプじゃなくて、さっきのすり足のことなんです。このすり足を速くしていくだけのことなんです。だからこれをね、ジャンプって思っちゃうと、体が開いて足が変な方向を向いたり、こういうね、左足が右足を追い越しちゃう悪い癖がついたり、両足いっぺんに飛んじゃったりっていうね、悪い癖がいっぱいついてくるんだけど、基本の基本はさっきのすり足なんです。すり足だけ、これでもうできてるんです。はい、じゃあもう一度最後にまとめておきますね。跳躍素振りっていうのはジャンプしながら素振りすることじゃなくて、いつもね、みんながやってるすり足、すり足、すり足、前後ろ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 、これを速くしていくすり足のお兄ちゃんのことなんです。じゃあ分かりやすいように竹刀持っていきますね。はい、見ててよ。最初スタートは振りかぶったところからいきます。振り下ろす、上げる、前後ろ、これを速くしますよ、速くしますよ、いつもと一緒だよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。めーほらね、いつものすり足を速くしただけで跳躍素振りになったでしょ。それでいいんです。それが跳躍素振りなんです。はい、ではここからは差がつく8つのチェックポイントいきます。まず1番目は、右足左足ともに相手の方に向いているかです。これが例えば右足が変な方を向いていると、跳躍素振りしているとほら体がこっち向いちゃいます。同じように右足まっすぐでも、左足がこういう種目足違う方を向いてたら、ほらこれもなんか体が開いちゃう跳躍素振りになります。必ず右足も左足も相手の方を向けたまま、おへそも相手の方に向けて跳躍素振りをします。これが1番目。2番目は、両足を一緒にジャンプして飛ばないってことです。これはね、よくある間違いなんだけど、跳躍素振りってジャンプじゃなかったでしょ、すり足だったでしょ。すり足って必ず右左、左右、右左、左右だったじゃない。これと同じように、右左、左右、右左、左右、これと同じように速くしてやります。だからすり足のお兄ちゃんなんです。3番目のポイントは、左右の足幅です。これは構えた時は左右の足幅は握り拳1個分ってできるんだけど、跳躍素振りやってるとだんだんね、足幅がね、狭くなってくる、狭くなってくる。これはね、直すいい方法があります。これ例えばこういうラインテープあるでしょ。ラインテープの上で右足左足の間にラインテープが来るようにして、このね、線をね、踏まないように、踏まないように素振りを続ける、踏まないように、踏まないように。ほらね、握り拳1個分空いたままでしょ。4番目は、しっかり素振りの最後、顎まで振り下ろすってところです。顎まで振り下ろす、これなんでかっていうと、体の動きに勢いをつけようと思うと、大きく振りかぶって大きく顎まで振り下ろした方がいいからです。これを竹刀が上向いたまま、こういう跳躍素振りだと体に勢いがつかないです。大きく大きくやってみましょう。5番目は、これは普通のすり足とも本当一緒なんだけど、
行きたい方向の反対側の足で蹴るってことなんです。前に行きたかったら後ろ足、左足で蹴ります。後ろに行きたかったら左足じゃなくて右足、反対側の足で蹴ります。すり足もそう、すり足もそう、跳躍素振りも同じです。行きたい方向の反対側の足で床を蹴ってやることなんです。6番目は足の使い方なんだけど、左足が残ったまま右足だけ出すような足の使い方はやめましょう。7番目はこれもまた足です。左足が右足を追い越さないってことです。ちょっとやってみますね。これ悪い例だからね。1、2、3、4、5、6、追い越してるでしょ、右足を。これは良くないです。8番目最後は上にジャンプしないってことです。上にジャンプしないってこと。跳躍素振りはすり足、すり足、低く足の裏を擦るようにすり足で行います。以上が8つのチェックポイントになります。特に最後のね、6番、7番、8番目は跳躍素振りをジャンプするんだって思うと出てきてしまう悪い癖です。いかがだったでしょうか。以上が跳躍素振りの動画になります。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。